あれから11年、飯島愛さんが亡くなって、そんなに経ったんですね。そして、それ以来ずっと、彼女のことを忘れないようにしてきた番組が一つだけあります。中居さんの金スマです。昨年末の番組の中でも、追悼 V が放送されていました。なぜ、11年も経った今でも、彼女に語りかけるのでしょうか。何がそうさせるのか。その訳を知りたくて、調べてみました。飯島愛さん、あなたの人生は激動の連続でしたね。実は、人一倍繊細だった飯島愛さん。厳格で教育熱心だった両親のプレッシャーから、逃れるように非行に走ってしまい、中学時代には不良仲間と、毎晩のようにディスコで夜遊びに溺れ、中学卒業前後にはすでに家出同然の状態でした。高校へはろくに通学もせず中退。六本木でホステスとして働いていたところをスカウトされ、某女優を経験した後、芸能界入りを果たし、その半生を書いた私小説。プラトニックセックスは、過去に受けた、言葉では言い表せないような仕打ちや、中絶手術、整形手術等をカミングアウトして、一大センセーションを巻き起こしました。そして、仕事も順調に見えた飯島さんでしたが、2007年3月末で突如引退してしまうことに。理由は、病気。腎炎ということでしが、しかし、本当はそうじゃなかった。というのが発覚したのも、あの、金スマでのことでした。それは、引退発表後の番組で、飯島さんが霊能力者、木村透子さんに、霊視された時のこと、木村さんは、何を言ってもいいですか？厳しいことを言うと思いますが。と、言うと、飯島さんが怯えた目で、私はそれに耐えられますか？と聞くと、木村さんは、ダメだと思うと、一言。木村さんは、じっと飯島さんを見つめ、あなたは嘘を言っている。と言い放ったのです。凍りついた表情で言葉を失う飯島さんに、あなたは病気が悪くなったくらいで、芸能界を辞めるような責任感のない人間じゃない。あなたが今抱えている問題は病気じゃない。今、引退せずに乗り切れば2、3年経てば必ずいい方向へ行くはずです。今引退したら4、5年後きっと後悔することが起きる。と、少し間を置いて木村さんは、彼女の信用のために言っておきます。言いたいことを言えないでいる問題を抱えています。頑固で意志も強いし、責任も強い。逃げてます。逃げるの皆さん止めてください。と周りに懇願したのです。木村さんは何かを言いあぐねている様子で、言葉に困る場面もありました。とても言いづらそうにしていたのが、今思えば、耐えきれず、中居さんが、飯島愛ちゃんが悪くなくても、芸能界引退しなきゃいけない事情でもあるの？と、木村透子さんに聞くと、そこまでは言えない。と、今度は、固く口をつぐみました。実は、この練習の少し以前にも木村さんは、飯島さんが、子供が欲しいと聞いたときに、今でないと無理になるかも。子供は、一人作った方がいい。子供ができれば、将来、良かったと絶対に思える。亡くなったおばあさまも心配している。と言ったのです。と、いうことは、ひょっとして、その時には、まだ、そうならない選択肢が、残されていたということでしょうか。そして、最後に、マイクを外して、スタジオの陰で、二人は、何か話をしていました。そのやりとりの中で、飯島さんは驚いたように叫び、すごい。全部知ってる。本当か。怖え。私帰る。と、怯えたような叫び声を上げました。しかし、今までとんでもない苦難を乗り越えてきた。あの飯島さんが怖いというほどの、
未来だったのでしょうか。今ではそれは知ることはできませんが、番組関係者は当時を振り返って、愛ちゃんは木村さんに会えたことを喜んでいました。一番大切なものに気づくことができたと、そんな風に言ってはいたのですが、実は飯島愛さんが旅立たれてしばらくして、木村さんがこう言ってました。彼女はアクシデントがあり、いろいろ起きていたと思うんですが、たった一つ心の落とし穴に気づけていなかったんです。引退を決めたと言っても、彼女は悩んでいましたし必死だった。あの時にも絶対考え方を変えた方がいいと、私は強く引退を引き止めました。そんな中、彼女はたった一つの二文字の言葉を言ったのです。それは私がとても残念だと思う言葉でした。人間として残念だった、そこまで言わせてしまう。その二文字とは一体何だったのでしょう。残念ながら、そのたった二文字の正体は明かされませんでした。本当にその言葉は飯島さんと木村さんだけしか知らないのでしょうか。そんな飯島さんはいつも気遣いの人だったそうで、番組中も末端のスタッフに至るまでしっかり気配りができて、何かあれば手助けしたり、親身になって話をするような優しい人柄だったとか。だから業界関係者の中にも彼女のためならというほどのファンが大勢いたそうです。それは中井さんも例外ではなかったようです。実は中井さん、例の解散の時にも数多くのレギュラーを抱えていて、解散のショックですっかりやる気をなくしていたにもかかわらず、それでも金スマだけは終わらせたくないという気持ちを持っていたのではないでしょうか。解散前に、スマたちへからスマイルたちへに番組タイトルを変更したのも、実は番組が継続されやすいようにとの中井さんの思惑が強く関わっていた証拠なのだとか。でも一体なぜ中井さんは金スマだけそこまで継続を固執したのか。そのわけは、それはやはり中井さんも飯島愛さんの人柄に惚れたファンの一人だったからでは。だからこそ金スマは今までも欠かさず追悼企画を組んでるし、番組を続けることで飯島愛という人間がいたことを忘れてほしくないからなんだと思います。そのためにも飯島さんと育ててきた思い出の詰まった金スマだけは終わらせたくないというその気持ちの表れだったのではないでしょうか。番組の飯島さんの追悼コーナーで、愛にできることはまだあるかいが BGM で流れてきた時は、胸が詰まる思いがしたのは私だけでしょうか。ありますとも。いかがでしたか。あなたはどう思いましたか。私は中井さんをそこまで惚れ込ませた飯島愛さんもすごいですが、もう11年目を迎えたのにずっとその気持ちを持ち続け、自らも厳しい状況に置かれたことがあっても、金スマを守り抜いた中井さん、ひょっとしたら飯島さんのあの時のあの言葉を知っていたから、そう思いでなりません。飯島愛さん、どうか安らかにお眠りください。合唱。